皆様、こんにちは。皆様は、キャッシュレス、という言葉を聞いたことがありますかこの動画では、キャッシュレスとはどういうことか、どのようなメリットがあるのか、などを紹介させていただきたいと思います。キャッシュレスってよく聞くけど、どういうこと私たちの生活に関係してくることなのそんなことを思ったことはありませんかテレビなどのニュースでも、 キャッシュレスの話題はたくさんありますよね。学生のうちからキャッシュレスについて知っておくととっても便利にお買い物ができます。ぜひ確認してみましょう。それではまずキャッシュレスについて説明します。キャッシュレスとは現金を使わないことです。またキャッシュレス社会とは現金を使わずカードやスマホでお金を支払うことができる社会、極端に言えば 現金を持たなくても生活できるようになる社会のことを言います。例えばクレジットカードや交通系 IC カード、QR コードを利用しての支払いなどがあります。コンビニやスーパー等のレジでの決済、飲食店での生産はもちろん、最近では病院での診療費のお支払いや自動販売機でも現金を使わずに決済することができるようになっています。 今後も現金に代わる決済手段として拡大していくことが予想され、皆様の生活でもどんどん身近になっていきます。では、そもそもなぜキャッシュレス社会が求められているのでしょうか日本では2021年に東京オリンピック・パラリンピックが開催され、2025年には大阪万博の開催が予定されています。選手はもちろん応援や観戦で、 世界中から多くの外国人が日本に訪れます。その時、必ずお金が必要ですよね。ただ、世界各国のお金はバラバラです。でも、世界共通のカードを使えば、わざわざ日本円に両替しなくても、簡単に支払えます。世界の人が簡単に決済ができる仕組みが、キャッシュレスとして求められているのです。そこで、 キャッシュレスが進むとどんなメリットがあるかというとお店のレジを考えてみてください。今まで現金で支払っていたものがキャッシュレスでカードで支払う人ばかりになったと想像してください。現金がなく機械なのでお釣りを間違えるなどのミスが減ります。お金を数えたりお釣りを計算したりする手間、時間が減ります。カードの利用者としては現金の受け渡しがないので 衛生面、ウイルス対策としても安心です。また、使用したお金は通帳に明細が残るので、何に使ったか分かりやすいというメリットもあります。つまり、一人当たりの仕事の効率が上がり、今まで二人、三人でやっていた仕事が一人でできるようになったり、人が少なくて済むようになります。結果的に人口が減る時代への対応につながります。 では具体的に現金以外にどのような支払い方法があるか見ていきましょう。こちらの表に記載してあるものが代表的なものです。それぞれ支払い方法やタイミングが異なり、その人に合った支払い方法をたくさんの種類の中から選べます。例えば現金と同じように即時払いをしたい方にはデビットカード、後日まとめて支払いしたい方にはクレジットカードなどです。 キャッシュレス社会が進む中で、北国銀行ではキャッシュレスを浸透させる手段の代表的なものとして、独自のデビットカードを用意しています。それが北国ビザデビットカードです。4つのおすすめポイントを紹介します。まず1つ目のポイントがビザマークのお店で24時間365日使えることです。日本全国、海外でもビザマークのあるお店なら、 どこでもお使いいただくことができ、使ったその場ですぐ、お支払い代金が口座から引き落としとなります。また、口座残高を超えての利用はできないので、クレジットカードとは違って、使いすぎの心配もありません。二つ目のポイントは、小銭を出さずに毎日のお買い物ができることです。レジの前で小銭を数える手間がなくなるのはもちろん、ATM で現金を引き出しする手間もなくなり、 財布が小銭でいっぱいになることもないので、現金管理をする煩わしさもなくなります。三つ目が、毎日のお買い物でご利用金額に応じてポイントが貯まることです。クラシックカードでは、お支払い金額200円につき1ポイント貯まります。ポイントは1ポイント1円で、北国銀行カード加盟店でのお買い物の時にお使いいただけます。四つ目は、 ネットショッピングでもスマートにお支払いができることです。ネットショッピングで代金引換や振込での代金の払い込みを行うと手数料がかかってしまいます。カードで決済を行うと手数料の節約にもなりますし、その場でお支払いの手続きも完了しますので、商品がご自宅に届いてから改めて手続きを行う煩わしさもなくなります。 北国ビザデビットカードを利用している人はどんどん増えてきています。皆様もぜひ現金で支払う代わりにこちらの北国ビザデビットカードを使って便利なキャッシュレスライフを過ごしていきましょう。